ハンプトン・ランス・デン・ファンチャーは、アメリカ合衆国の脚本家、映画プロデューサー。カリフォルニア州イースト・ロサンゼルスで、メキシコ・デンマーク系の母親とアメリカ人医師の父親のもとに生まれる。15歳の時に、スペインに行って、フラメンコのダンサーとなり、マリオ・モンテジョと改名した。1953年から1963年の間に、ジョアン・マグナップ。 1963年から1965年の間にロリータに出演したスーリオンと結婚したが、いずれも離婚している。1950年代後半より俳優としての活動を開始し、多くのテレビドラマに出演する。その後彼は脚本業に興味を抱くが、完全に転身したのは1977年のことであった。1975年、 フィリップケディックの1968年の SF 小説、アンドロイドは電気羊の夢を見るかの権利獲得に失敗するとファンチャーは友人のブライアン・ケリーを送った。ディックの了承を得るとファンチャーはケリーがプロデューサーのマイケル・ディーリーの支援を得る前に脚本を書き上げた。これによりファンチャーは制作総指揮も兼任したが、 最終的に監督のリドリー・スコットとの意見の相違から途中降板し代わりに起用されたデビッド・ピープルズが脚本を改訂した。スコットはファンチャーによる初期案が映画の世界を十分に掘り下げておらず内面のドラマに集中する道を選んでいると感じていた。またファンチャーは執筆作業が遅すぎたことからスタッフからハプム・ファスターというニックネームで呼ばれていた。 完成した映画、ブレードランナーは1982年に公開された。ブレードランナーの後、ファンチャーは、デンゼル・ワシントン主演の、ケージ・クイーン、妖術師の島とオーエン・ウィルソン主演の、クアドロフォニア多重人格殺人マイナスを執筆した。また、クアドロフォニアでは監督も兼任した。2017年には、ブレードランナーの35年ぶり続編となる、ブレードランナー2049で、 原案、脚本を務めた。ありがとうございます。